北中橋は横浜市中区に位置し、大岡川の川口部にかかる橋梁である。坂江本町線の一部となっており、車道の他に歩道及び自転車レーンも整備されている。本校では東京梁の場所にかつてかかっていた大岡橋梁についても解説する。広域幹線道路である坂江本町線の橋梁であり、大岡川川口部を越えて、 再開発エリアの港未来地区と北中通り地区を結んでいる。1997年6月に橋の南側半分が竣工となり、翌7月に暫定供用を開始している。その後、橋の北側が完成したことにより現在の往復六車線道路として全面供用が開始されたのは2002年4月のことである。 橋上の道路では歩道が広く取られており自転車走行レーンも確保されている。また、橋上からは港未来地区の景色や産業遺産の汽車道を見渡すことができる。大岡川沿いの東京寮と弁天橋の間にはボードウォークが整備されている。なお東京寮の仮設以前にはほぼ同じ場所に大岡橋梁がかかっていた。橋の北東側、マップ、 には開港当時に灯台が設置された旧灯台両護岸が残っており、横浜市認定歴史的建造物となっている。また、護岸付近には旧大岡橋梁台跡の一室見台も残る。汽車道の港三号橋梁あたり橋梁の場所には、かつて大岡橋梁がかかっていた。北中通り地区に当時存在した横浜木糸検査所までの専用線を通すために、 北海道の夕張川橋梁と、急走部鉄道の江戸川橋梁を1928年に移設し、3連のポニー型ワーレントラスとしたものである。1991年には、神奈川の橋百線に選定されている。坂屋本町線及び東京梁の整備に伴い1994年に撤去となり、旧夕張川橋梁部分は、汽車道の港3号橋梁として、 縮小移設され、旧江戸川橋梁部分は江戸川に人道橋として復元移設されている、大河川橋梁とも呼ばれる。ありがとうございます。